日本の世論で誤解があるのはね何かね,こね韓国を論破した人がいるわけですね。うん、で韓国を論破したところで問題が解決しないわけですね。うん、論破されたからといって態度が改まるわけでもないし、うん、彼らの考え方が変わるわけではないんで、うん、我々が働きかけなければならないのは国際世論なんですよね、うんで。だから国際世論に対して我々の言っていることの方が中国が言っていることよりも最もだとか、うん、韓国の主張より日本の主張の方が最もだって思ってもらうことが大事であって。うん、韓国人を理屈でね論破するとかあ 尖閣の問題をめぐって中国人を論破するとかって目的ではないのにそれを目的にしてる言論人がいるってのはねだから信じがたいよね私は。中国の台頭を考えた時に日米韓が連携するというのが合理的に言えば最も合理的だと思いますし、うん、あの近い隣人同士として私は日韓の信頼関係というのは高めていきたいなと思いますがなかなか現状は 難しいよね。だからねこういうことを言うとね、うん、あ,れあれなのよね何、えー、ですか「新官派」とか、えー「美中とか何とかって言われてで安保法制が大事だというとアメリカの医務だとかって言われてなかなかこうあの両方から批判されるということはいかに私がリーズナブルな人間かということを示してんじゃないかと思うんです、ね、まあ我々国際政治学者はねやっぱ物事をこうまあ国際政治の動向を言ってみれば力とか利益で見ますから。うんうんうん